の新しい理論である英語のエクスポーズを語源とする理論であり、いわゆるスタディツアーやフィールドワークなどの従来型の体験活動とは異なるあらかじめ定められたスケジュールやカリキュラムに沿って行われるものではない非系統型の活動である。現在では広く NGO、地方自治体、大学などが実施する 問題関心型かつ体験学習的な旅行を指す言葉として用いられているが、その理論的根拠を探ると、スタディープログラム型の活動とは明らかに異なるものであることがわかる。その起源は、カトリック教会の数奇教によって考え出されたところまではわかっているが、定かではない。現在、エクスポージャー理論を踏襲した活動を実施している団体は、海外では、 フィリピンの NGO 窓ブラックの実施するプログラムなどがあるが、日本では特定非営利活動法人のアルバの運営するアジアエクスポージャープログラムが最もその特徴を生かしたものである。他にはアジア太平洋資料センターのエクスポージャーツアーなどがある。前述の NGO 窓ブラックのエクスポージャーの手引きによるところにはエクスポージャー理論はとある。 普段の日常で自分のまとっている多立性であるからを脱ぎ捨て、現実を主体的に全身で感じ取ることを元にして、それぞれの参加者自らが主体的に判断することを重視する理論である。ありがとうございます。